アトックのインダス川に架かる要塞化されたノースウェスタン鉄道の鉄橋ノースウェスタン鉄道はかつてイギリス統治下のインドにあった鉄道事業者である。この鉄道はシンド鉄道、パンジャーブ鉄道、デリー鉄道、パンジャーブノーザン州立鉄道、インダスフロティラ社、インダスバレー州立鉄道、シンド、サーガル鉄道の東区間、シンドピシン鉄道の南区間、及び カンダル修立鉄道を合併したノースウェスタン修立鉄道という名のもと1886年1月に設立された。この鉄道は後にノースウェスタン鉄道へと改称した。分離独立時の1947年にノースウェスタン鉄道の路線の大部分である延長8 1 2 2トルがパキスタンへと移管された。この鉄道は 1961年2月にはパキスタンウエスタン鉄道、1974年5月にはパキスタン鉄道へと改称した。残った延長 3133km はインドの管理下へと移管されている。ありがとうございます。